近本教授です。今回はホンダの IDCD ハイブリッドシステムの制御の問題点についてお話したいと思います。これですね、問題点って書いてあるんですけれども、これは私がちょっとこれはこうした方がいいんじゃないのっていうか、疑問に思うところですね。特にトヨタのハイブリッドシステム THS2 と比べて、劣ってるなというところについて、お話ししたいと思います。はい、で1つ目ですね、これはもう EV ならない病ですね。これが一番もう IDCD なんといってもこの EV ならない病はどう考えてもおかしいだろうというところで、ちょっとこれはかなり勝つですね。はい、でこの EV ならない病なんですけれども、ちょっとねまだ分かってないところあるんですが、基本的に5速でエンジンかかって充電走行中に6速に変速すると。メモリがですね、3メモリから4メモリになって6速充電走行をずっと続けていると発症するのかなっていうふうに思われます。で、この EV ならない病が発症している最中はですね、充電できないんで効率落ちるんですけれども、重めのギアで走っていればそんなにね、効率は落ちない。ただですね、充電しすぎちゃうっていうのが問題でして、基本的に充電走行をずっと続けてバッテリー残量6分の5まで行くと、そこで充電ストップするんですけど、その6分の5の状態っていうのは回生ブレーキの制限がかかるんで、その状態でブレーキを踏んでも回生ブレーキが効かないと、エンジンブレーキ相当しか効かないというふうになります。なんでそういうふうにね、充電しすぎちゃうっていうことが、合理性に欠けるというふうに思います。はい、で次、満充電時放電しにくい。これはですね、そうです、峠道とかを下って満充電になっている状況ですね。でなかなかですね、放電してくれない。この辺トヨタの THS2 とかですと、バッテリーが満充電の時は積極的に EV 走行というか、モーターアシストですね、エンジンはかかりっぱなしなんだけれども、基本的にモーター駆動をの成分を多くしようっていうような制御になっています。ただ IDCD の場合は、バッテリー満充電の時もエンジン走行したい、エンジン単独走行になりやすいんですね。でこの満充電時に EV 走行ができないっていうのは、これハイブリッド車どれでもあることで、満充電の状況っていうのは、回生ブレーキが全然効かないっていうことで、普段ですね、アクセル離した時に弱めの回生かけてる、そのエンジンブレーキ相当の回生ブレーキをかけてるんですけれども、それすら効かなくなったら、本当にエンジンブレーキをかけるしかないっていうところで、満充電時ですね、その走行フィールが変わらないようにするために、要はアクセル離した時の速度減衰のですね、仕方が普段と変わらないようにするために、満充電時っていうのはエンジンがかかりっぱなしになっちゃうというふうになります。これはどのハイブリッド車でもそうなんですけれども、その状態で放電しにくいっていうのが問題なわけですね。ハイブリッド車っていうのはそのエネルギー保存が比較的できるっていうところが大きなメリットで、バッテリー満充電の状況っていうのもこれエンジン車と変わらないわけですね。なんでバッテリー満充電になったら、できるだけそのバッテリーを減らそうと、エネルギー回生ができるような状況にしようというふうな制御をするのが当然なんですけれども、 IDC の場合はバッテリー満充電でもエンジンかかってる、だったらエンジン走行しようってなってバッテリーがなかなか減らないんですね。バッテリーアクセルですね、かなり強めに踏んでもエンジンプラスモーター走行っていうことはできるんで、そういうふうにしてバッテリーを減らす、もしくは空調ですねを使って冷房とかを使うと結構バッテリーがすぐ減ります。時速25キロ以下ぐらい出してるね、エンジンは止まるんで、そういうふうに低速で EV 走行しても放電はできるんですけれども、放電しにくいっていうのが。で次ですね、これはちょっと上のに関連して、電結になるまで放電しやすい。今度はこれ上り坂ですね、峠道とかを登ってる時に、バッテリーがですねどんどん減っていって、6分の2まで減って、しばらくするといきなりですねシフトダウンして充電し始めるんですね。要はエンジンプラスモーター、 IDCD の場合はアクセルをそこそこ踏むとエンジンプラスモーターになるんですけれども、その状態でバッテリーが結構減るまで走っちゃうんですね。そうするとずっと放電していって、でバッテリーがある敷地を下回ると急にシットダウンして充電走行ってなる。で、ただでさえね、その上り坂走ってる最中なんで負荷がかなりある状況でさらに充電しようとするんで、エンジンもかなりうなりますし、効率もねちょっと落ちるのかなっていうところで、これはねちょっと良くないというか、例えばの THS2 ですとエンジンかかってる時はかなり強い加速をしててもバッテリーはちょっとずつ充電される方向に行く、もしくは温存されるということで、基本的にね上り坂を登ってて、そのバッテリー残量がエンジンかかってる時ですね、減るってことがあまりないんですね。なんですけれども IDC の場合は、ある程度減るのはいいんですけど、そこからね減りすぎちゃっていきなり充電しようっていうふうに、もう減ったらその状態で維持すればいいんですけれども、そこからね充電しようって無理やりしちゃうってところも良くないですよね。
なんで理想としては、まあ、6分の2メモリになったらもうエンジンプラスモーター走行しないと、要はですね、あのバッテリー残量が多くても少なくてもあんまりその充電量が変わらないっていうか、その充電の制御は、ね、あんまり変わらないんですね。トヨタの KTX とかですとバッテリー残量結構多いときはあんまり充電しないような制御になります。で、まあ、バッテリー残量少ないときは結構積極に充電しようっていうような制御になる。その充電の量が結構変わるけど IDCT の場合は、まあ、おそらくそんなに変わらないと。だからバッテリーが結構充電されている状況、満充電に近い状況でもある敷地まではバッテリー結構積極的に充電しちゃうと。で少ない状況でもある敷地を下回るまでは結構エンジンブラスモーターってね、アクセル踏み込んでたらなっちゃうというところで、まあその辺バッテリー残量に応じてね、ちょっとその充電成分を変えてあげる、そういうようなソフトっていうのが多分入ってないんですね。なんで、まあ、バッテリー残量本当に敷地の間だったらどこも大体同じような制御になってるというところが、まあね、もう少しね改良の余地があるなっていうふうに思います。この2つに関して言うと、まあ、このね放電しにくいっていうのは結構、まあ、それなりの怒りマークで、まあね電結になれば放電しやすい、これはね、まあまあちょっとだけ怒りマークですね。はい。でこの電結になるまで放電しやすいっていうのは ある程度対策できて、シフトダウンする直前とか、あとローギアに入れるとかね、して走ってれば、まあ、基本的にバッテリー充電されていくというのがありますから、多少はやりようがある。で、まあ、山頂に来た時にちょうどバッテリー残量が少ない状況にうまくできれば、その後ね、下る時にある程度位置エネルギー回収できるっていうのがあるんで、まあね、大体すごい長い上り坂だったら、もうね、位置エネルギー回収なんか全然できないんですけど、バッテリー容量的に。まあ、ある程度はそういうのが融通効くってところで、まあね、対策の仕様はあるというのはあります。はい。で、この2つに関してはそんな感じ。で、次、暖気中、ほとんど充電されない。まあ、これはですね、この3つに比べたらそんなに問題じゃない。まあ、怒りマークはつけなくていいかなって感じなんですけれども、これ、トヨタの TCS2 とか、特に冬ですね、暖気の時間長い、ずっと止まってて、まあ、バッテリー1メモリぐらいですね、増えるんですけれども、その停車状態もある程度、燃焼効率のいい領域で、エンジンを回して、まあ、バッテリーもちょっと充電していくということをしています。ただ ID ヒーデの場合は本当にですね、待機電力分ぐらいしか充電されないんですね。なので停車中、まあ、スタートボタンを押して最初エンジン暖気のためかかるんですけれども、それでずっと、まあ、冬だったらね5分くらいね暖気しっぱなしになりますけど、その状態でずっと行ってもバッテリーほとんど充電されないんで、まあ、ちょっとね効率落ちちゃいます。なので、理想としてはね IDCG の場合はエンジンかけたら割とすぐ、まあ、1分ぐらい経ったらもう出発すると。まあ、走ってるとね、走行中に充電って結構するんで、まあ、割と早い段階でね走行し始めた方が燃費はね落ちにくいというのがあります。はい。まあ、これはねでもその暖気中にね走り出すと IDC の場合は二足発進になって、まあ、半クラッチを使うことになりますので、効率とはまたちょっと別の観点であまり好ましくないというところで、やっぱ理想としてはですね停車中もある程度充電してもらって暖気が終わってからスタートするというのをやりたいんですけれども、そうすると燃費落ちるというところで、まあ、これはね、まあ、できればねもうちょっと停車中充電してほしいなっていうふうに思います。はい。で次、これですね、まあ、これですね IDCT の制御についてですね詳しく解説した動画あるんですけれども、そちらで話したように5速7速イブ走行ですね、している最中65キロ超えた状況だったらアクセル離してもすぐに3速にはならないんですね。5速のまま走るで、まあ、65キロを下回ったその5速7速 EV 走行中に一旦アクセル離してまた立行すると。でその状況で時速65キロになるといきなり3速に出発するんですね。なんで、まあ例えば5速 EV 走行してて65キロ以下だったらアクセル離したらすぐに3速出発っていう、そのアクセル離してブレーキに足をかけ替える時に出発するんで、全然違和感ないんですけれども、60キロ以下になってこういきなりっていうのはこれ立行してる途中ですね。立行してる途中にいきなり3速になるんで、ちょっとこう加速が抜ける感があるんですね。でこの辺がちょっとね気持ち悪いっていうのもありますし、それからまあ時速60キロとかだったら5速 EV 走行してる方がいい、まあそのね状態で減速するわけじゃなくて低速走行したいっていう時にもかかわらず3速に出願しちゃうと、まあ、ちょっとトルクも落ちるし効率も落ちるし、それからそのアクセル抜けた感っていうのがあって、まあね、これは制御のちょっとこれはどうなのっていうところで、まあ私はこれはちょっとね、よくわからない、まあこれもちょっとした怒りマークがつきます。はい。はい。で次ですね、最後運転席ドアを開けるとエンジンがかかる。これは
しばらく走って、止まってですね、で運転席側のドアを開けるとエンジンがかかるんですね。これディーラーに聞いてみました。これどういうことなんですかって聞いたら、ちゃんと理由返ってきまして、離れてどっか行っちゃわないようにこの車まだ起動してますよっていうことを知らせるためにエンジンをかけてるということなんですね。まあなるほどって思うんですけれども、ただねちょっとエンジンかけなくてもいいんじゃないっていう、エンジンかけるぐらいになんかねいろいろピピとかいう音でもいいですし、まあとりあえずなんかそうですよね、なんかねちょっとこれいい方法ないかなっていうふうに思います。でこれがまあ普通のね駐車場だったらいいと思うんですけれども、立体駐車場で私は立体駐車場の地下に車止めてるんですけれども、そうなった場合ですね、一回止めて昇降機を操作しにですね降りる必要があるんですね。でその時に、まあ、運転席のドアから開けて降りるとエンジンかかると。で厄介なのはこれエンジンかかってすぐ止まればいいんですけれども、エンジンかかりっぱなしでなんかずっとかかってるんですねこれね。で私この状況はあんまりしないようにしてるんで、ずっとかかってる、本当にずっとかかってるものなのかっていうのよくわかんないんですけれども、まあ、私の知る限りは結構、ね、エンジン止まんないんですね。で、まあ、この状態って暖気みたいな感じなんでバッテリーは充電してないみたいなんで、まあ、それだからバッテリー充電されるわけでもないし、まあ、効率は落ちると、どん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 燃費は落ちていきますということで、まあね、その昇降機で操作してまた戻ってきて車に戻って運転するんですけれども、エンジンかかってる状態で走り出すと半クラッチになるわけで、まあ、それも耐久性の問題、まあ、問題はないかもしれないですけど、耐久性にちょっとね、あとカラカラっと音がしたりするんで半クラッチ使うと、まあねちょっと良くないなって。ちなみに私は幸いフリードなんで、運転席側のドア開けないで助手席側のドアから出るってことができます。要は仕切りがないんで運転席側から助手席側に簡単に移動できるんで、いつもですね、まあ、最後家に着くときに、家に泊まって昇降機を操作するときには必ずですね助手席側のドアから出てます、まあ、そうするとエンジンはかからないです、まあ、なんでこれ対策の仕様はあるけど、まあ、フリードだからできるかなっていうところなんで、まあねちょっとこれはどうかなっていうところで、まあ、これもねちょっと怒りマークかな、はいって感じで、まあねちょっといろいろ不満を言ってきましたけれども、ただですねこれ結構面白いのが、IDCG って、まあこれ本当に制御の至らない部分だと思いますよ。ただねこれ対策の仕様がなくはないんですよね。で EV 7内秒でしたらだいたいアクセル5秒から10秒ぐらい離してれば解消されます。であと5速にねシットダウンしても基本的に解消されるみたいなんで、まあ一応ね対策の仕様はある。で EV 7内秒も最近はですね、だいたいこれ起きるな、これ起きるかな、起きたなみたいな感じで分かるようになってて、じゃあこの区間でどうせ発生するんだったらもうこの区間で発生させてやろうとか、あとはそのバッテリー残量がそれなりの状態で6速充電走行っていうのをしなければ EV7 内秒発症しない、まあ、つまり5速充電走行中にも EV 走行に切り替えちゃえば、だからね、まあ、時速50キロぐらい以下で走ってればね EV7 内秒は基本的に起きないので、まあフィリタの場合ですけれども、まあねEV7 内秒をある程度これ特定のところで発生させる、直線がずっと長く続いて、まあ、信号もほとんどないようなところで発生させるということができるんで、まあね、これ結構運転の仕方で、まあ、割と克服できると、まあ、これ言ってみれば持病みたいなもんです。なんで、まあ、この持病とどう向き合うかということですね。この満充電時放電しにくいっていうのも空調を使えば結構放電できます。はい、で電結になるまで放電したし、これもねさっき言ったようにシフトをアップする直前にねアクセル強く踏み続けてればシフトアップしないんで、結構ね、エンジン多動走行もしくは充電走行できたりする。まあただこれは正直フィットだったらねあんまりこういう状況にならないと思います。ただフリードだったら結構なります。でも対策の仕様は一応あるっちゃある、まあ厳しい部分もある。で暖気中ほとんど充電させない、これはね、まあだったら早く走り出せばいいところで、まあ半クラッチの問題あるけれども一応対策の仕様はあるということですね。はい、でまあ、これね、まあ、分かっていれば別にそんなに特に問題ないかなっていうところで、でこれねこれはもう助手席側のドアから切る、もしくはドア開ける前にもうエンジン一旦切る、スタートスイッチを一旦オフにするということで、まあ、一応対策の手はあるんで、まあ、これらねほとんど一応対策の手はあるんですね。まあ、IDCD はハードはですね非常によくできていると思います。ソフトの未熟の部分っていうのは結構その操作の仕方で克服できるわけです。なんでそんなところねいろいろだから本当に運転の仕方で燃費変わってくるっていうのプラスこれらのですね特性にどう向き合っていくか、どう対応していくかっていうところのそのドライバーの力量ですねかかってるわけです。これらもちろん直してほしいと思いますよ、直してほしいと思いますけれども、
まあ正直 IDC で多分直す気はホンダはないと思いますので、まあ、この辺でもね、あのそういったようにユーザー側でなんとかなるところもあるので、まあね、それを良しとするか、それともなんだそれじゃ本当は全然ダメじゃんって思っちゃうか、それは人によって違うと思うんですけど、私はね IDCD っていうのはこういう悪いところも含めてやっぱ面白いなっていうふうにすごく思いますし、奥が深いなっていうふうにすごい思うところであります。はい、ということで今回はホンダの IDCD ハイブリッドシステムの制御のちょっと気になる点についてレビューさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。